戦火呪符と戦気革新を組み合わせて軍玉閣の制御盤へと取り付ける。これで軍玉閣の再建も無事終了ね。あとはつなぎ止めている縄を回収すれば空高く上昇するはずよ。みんなご苦労様。さて、約束通り報酬を与えるわ。やったぜ。雲先生がここに来た理由についてはもうすでに聞いているわ。新しい劇にふさわしい舞台を探しているのよね。はい、行幸さんのご意見を伺いたいのです。雲先生が心を込めて準備してきた劇、きっと壮大な物語なのでしょう。なら初演はこの再建された軍玉閣で行うのはどうかしら。ここは天高く舞う楼閣、絶景を一望できるわ。風を感じながら民衆の反応を見ることができる。ここよりも適した舞台は他にないはずよ。行幸さん、ありがとうございます。では劇の道具が準備でき次第、それを軍玉閣へと手配していただけますでしょうか。名演を楽しめるんだもの、これくらい遠慮しなくていいのよ。旅人さん、神格さん、そしてパイモンさん、私はお先に失礼します。ぜひとも劇を見に来てくださいね。あなたは質問したいことはあるかしら。念のため言っておくけれど、あなたの妹の行方は私にもわからないわ。これに関しては聞かないようにしてちょうだい。おお、さすが行幸、いつも先を読んでくるな。はい、じゃあオイラの質問に答えてくれ。商売はあなたたちが思っているほど単純なものじゃない。経済力、人脈、流れ、機を捉えるための嗅覚、必要なものは多岐にわたるわ。もしモラを稼ぐ方法を聞きたいのであれば約束通り答えましょう。でも今のあなたたちにはあまりおすすめできないのが正直なところね。おい、おいらまだ何も聞いてないのに。すべて顔に書いてあるんだもの、一目見ただけでわかるわ。もちろん軍玉閣の再建を手伝ってくれたのだし、それにはちゃんと答えるから安心してちょうだい。もしモラに困ったら私が雇ってあげる。報酬については最高水準のものを用意するわ。やったぞ。今度もしモラが必要になったら行幸のとこに行けばいいんだな。オイラたちが聞きたいことはもう聞いたぞ。神格は何を聞くんだ。我もいいのか。もちろん。だってみんなで力を合わせて素材を集めたんだからな。感謝する。しかし我が聞きたいことは特に。そう、めったにない機会よ。無駄にするのはもったいないわ。もったいないことはしちゃダメだぞ。何か聞きたいことはないのか。行幸殿、その我はリーユエコーに馴染めるだろうか。へえ、面白い質問ね。リーユエコーは寛容な場所よ。規則を守っていればあなたを拒むことはないわ。つまり大切なのはあなたがリーユエコーへの帰属意識を持てるかどうか。帰属意識。そう、ある場所を好きになったりそこに馴染もうとしたりするのには必ず理由があるの。
その地で出会った人、経験したこと、もしくはリーウェの雰囲気が好きでその生活を気に入っているなんて理由もあるでしょう。とにかくリーウェ校に残って生活するのなら誰であろうと理由が必要よ。あなたもそれを早く見つけられるといいわね。承知した。よう、話し中か。野暮用で戦隊に戻っててな、少し遅れちまった。お、ちょうど北斗の番だぞ。北斗は何を聞くんだ。私か。ああ、私は特に聞きたいことはないな。今回は行幸のやつに無理やり手伝わされたんだよ。これに参加したのはついでだ。行幸、この前の約束忘れるなよ。あれはかなり厄介だ。私の戦隊だけじゃ対処しきれないかもしれない。心配ないわ、もう手は打ってある。傷薬の準備も万全だし、戦艦軍も待機しているわ。ならいい。だが気をつけろよ、油断は禁物だ。北斗、行幸？何の話をしてるんだ。軍玉閣が空高く昇った時、自然とわかるはずよ。でも決していいことではない。知らない。